ですか。お、なんか僕っぽいですよね。そうなの、この例の。やべ、なんかそれっぽいですね。これじゃないですか。すごいね、なんか骸骨とか出てくるの。やばい。なんか下に、なんか出てきた。壁とかも。ちょっとすごいね、なんか。駐車禁止って書いてあるの。駐車禁止。入り口付近、駐車禁止。よっしゃ、なんかすごいパワーがみんな行ってきたね、ここ。なんかやっぱここね、パワースポットなんだ。パワースポットです。気持ちがハイになるっていうか、そのなんか気持ちがグーッと上がるような、もう本当素晴らしい、あのライト見てみたら。もう本当にね、やっぱこう、そこ踊りたくなっちゃうんだよね、ここにね。じゃあ行きましょう。そんなに踊ってませんってなんか入るやつですよ。バカ野郎、バカ野郎。言っちゃいけないやつです。もういや本当にでもなんかすごい、なんかもうやっぱパワースポットでなんか元気が出るっていうかさ、本当に目の前にトイレがあるって書いてあるぞ。これ押しこすやつがいるからな、ちょっと気をつけた方がいいぞみんな。これ何ですか。目の前にトイレがありまして。神様映したらダメです、ね。そうなんですよ、お前。そういうのはやっぱね。まあもう押しこすちゃうお前。あれです。気をつけろよ。まあこのなんか背中から力が湧き出てくる。なんかもう本当に背中から羽が生えるようなさ、そういう感覚だと俺は思うんだよ。パワースポットに。そうなんだよ。すごい新しい。いいとこだった。もうみんなあの週末とかさ土日とかここに来た方がいいよ。あのなんかわけわかんねえなんかね、そういうなんか神社とかなんかそういう謎のパワースポットにここ来た方がいいよ。そのゴリ押しじゃないですか。あの米津さん全然聞いたことないゴリ押しじゃないですか。すごいっすよ。ちょっとあの知らないんだよ俺。よね流行りには流されないスタイル。そう、まあね、本当にあの押してるあれなんで、ね、あれだけ知ってる。レモン。じゃあ今度というか、まあ、今日、はい、もしかしたらあのレモン企画やるかもしれないです、はい、あのレモンってあの米津さんのレモンじゃなくて違うレモンの企画をやるかもしれない、うん、あのレモン水レモン水か、はい、そうか、分かった。お
疲れ様でした。じゃあお疲れ様、ありがとう。ちょっとじゃあ最後もう一回走ってくるから元気だありがとうございます。